少しお待ちください。お待たせしました。私に。あら、初めてお会いした方に褒められてしまいましたね。ありがとうございます。あら、そうなのですね。はじめまして、私は愛理と申します。ありがとうございます。それで。いえ、大丈夫です。そんなに気にしないでください。一応お客様なのにお茶も出せなくて本当にすみません。でも、あ、じゃあお菓子はいかがですか？こう見えてもいい会社の課長なんですよ。海外に。恥ずかしいですが。はい、そうなんです。イアンさんが使っているそのスマホを作った会社です。褒めすぎですよ。実は家の掃除すよく言われるんです。やれることは勉強と仕事だけで、他のことは全部人任せだって。あら、ありがとうございます。でもお気持ちだけいただきます。一人で十分に掃除できる量ですので。こちらこそよろしくお願いします。お気をつけて。すみません。その、実はこの前いただいたお茶の葉が使い切れないほど多くて、よかったら上がってご一緒にいかがですか？お気になさらず、少しだけでも休んでいってください。たくさんのお部屋を訪問してお疲れのご様子でしたから。
これ、もともとこうなんで、すごい。いえ、そんな、そうじゃなくて、少し驚いただけです。イアンさんのはこんなに大きくて、太いんですね。濃い、お酢の匂い。あなたもきっと苦しいですよね。あ、ごめんなさい。でも解決する方法が、それに、私もそのお茶のせいか。ああ、美味しそう。ああ、いただきまーす。少し落ち着きましたか？小さくなった気もします。それは何よりです。私も今は、精液って、興奮を落ち着かせる効果でもあるんですかね。はい、そうですね。ではさようなら。ちょっと忙しいから5分待って。何か？そんなことないです。では違うって。私は忙しいから、むしろこうやって。。私のことを知らないの？そういう意味じゃなくて、私の名前や顔とかも。ミカという名前、本当に知らないの？知らないならもういいよ。少し残念だけど仕方ないしね。私ももっと頑張らなきゃ。あとでMeTube で検索してみて。小さいけど MeTube チャンネルを運営してるので。いいねも忘れないでね。からいよいよあっちの配信か。よーし、やるぞー。
始まったのかな。こんにちは皆様。ニックネーム目立ちすぎ。メイ、よろしく。ありがとう。要件忘れて全部。そうなんだ。人形？それは褒め言葉？加藤、ありがとう。そんなことを言われた。どうしたの？ん？じゃあこれで失礼するね。それと私に敬語を使わなくてもいいよ、おじさん。メイ。
あら？イアンさん、おはようございます。元気そうで何よりです。ぐっすり眠れたようですね。もう、ダメですよ。早寝早起きが元気で立派な人の近道ですよ。イアンさんが真面目な人ということは分かっていますから、真面目に働くように体も真面目に管理するべきですよ。いいですね。その姿勢をいつまでも維持してほしいです。ありがとうございます。世の中の人って、そう言われると少し恥ずかしいです。あら、もう地下鉄の時間がギリギリですね。行かなきゃ。 いえ、いいですよ。イアンさんと話すと私も楽しくなって時間を忘れ、はあ、本当に遅刻しちゃう。では、授業が早く終わって帰ってきた。あまり面白いこともないし、じゃあ、変なことを言うな。ミカじゃなければわ、ほんとわかんない。そんなんじゃ女性に嫌われちゃう。うわ、汚い。悪徳業者反対。うわ、またあのおじさん。もう慣れたよ。何度も放送する時間を知らせて話し合いまでしたのに、最近はあのヒステリーおじさん。なんでもないよ。うるさいって言われるから、時短喋らず映像の編集をしている時にうるさいってドアを叩いたり、
たまに出会ったら迷惑かけないでくださいとか言ってさ、うん、そうだよ。それよりおーやさん、私のミーチューブ見た？見たでしょ？本当？じゃあ問題でーす。ででん。先々日にアップした私のミーチューブの内容は何でしょう？5、4、3、2、1。ま、実は知ってたけどね。大家さんが忙しいのはここに、だからといって嘘をつく必要まで。大丈夫大丈夫、少しは違うと思ってたのに。ショックだって言ったの。ああ、正直に答えてくれたら私のマネージャーとして残念。わざと忘れようとしたの。まさかあなたはあの悪名高い秘密暴露犯？大家さん、そんな露骨に面白くないという。もちろん今も MeTube の映像編集とともほんとに私の MeTube チャンネルとともに言う自慢だけど結構有名。正解した大家様には一日マネージャー体験。そう褒め。はい、了解です。かしこまりました。大丈夫。じゃあ、うん、そんなことない。人と一緒にいるの気まずい。おじさんとこんな風に話をしているのも何を言えばいいのか全然わからなくて、私声も小さいし気が弱くて思っていることを口に出せない。で、よく誤解されてしまってご不快でしたら申し訳ありません。みんなそう言って
どんどん私から離れ、しかもおじさんは大家。もっと謝らなくちゃ。良くなったら言ってね。怒られなくなるまではこうしてるか。おじさんにそう言われると。でもおじさんに迷惑かけたのは知事。私にできることなら何でもする。おじさん、野獣だった。まあまあ、面白くないけど、受けないと卒業だ。おじさんは、大学生活どうだ、楽しかった。友達、いっぱいいる？そう、普通か。私は友達があまりいないから、そんな風に遊んだことがないの。で、おじさんの話がよくわからない。みんなワイワイしているけど、おじさんの話を参考にす。うん、よかった。今度からは人の話に相槌を打てると思う。貴重なアドバイス、ありがとうございます。うん、年上の人が先に頭を開けなければいけないの。年下の人が友達だよ。私の友達。うん、友達はいる。でもいい人。私が一人でいるとき、私が答えなくても相手をしてくれる。いい人で優しい。たまに物好きみたいな時もあるけど、それを含めて一緒にいると楽しい。羨ましい。ランガ、ランは私にとって本当に余計なお世話ではない。おじさんが言ってくれたおかげで、ランももうちょっと大切。ありがとうございます。ん？何？マカロン。私食べる。食べたいマカロン。私スイーツが大好き。ケーキに飴にチョコレート、甘くてふわふわしてて、それこそ悪魔からもらうプレゼントの果実酒みたいな幻の食べ物だと思う。うん、ありがとうおじさん。でも上の人に感謝の気持ちを伝える。おじさんはおじさんなんだから。私、20代半ば。電車で3時間はかかるマカロン名所の、これを実際に見られるとは。うん、ありがとう。おじさんはおじさんではないって言って。ありがとうお兄さん。こんな感じでどう？わかった、お兄さん。お兄さん、調子は
とうお兄さん、マカロンいただきます。セックスを、前にも言ったけど、私は友達があまりいなくて、その理由は私が感情を隠しすぎるからだって。それでどうしたらいいか調べてみたら、男女はセックスを通じてお互いの感情がわかるって。だからお兄さんは話せる人だから練習してみたい。だからものなの。そうなんだ。お食事中でしたか？お邪魔してすみません。ピザがだいぶ残っていますよ。今食べ始めたの。とても小食なのですね。健康もいいですけど、バランスの取れた食事をしいいですね。そんなイアンさんに特別なプレゼントを持ってきました。はい。本来ならもっと、まさかイアンさんが私の上に住んでいるとは知らなかった。毎朝出会っていたのに同じマンションに住んで、すみません。でも私は気にしちゃいます。それもすぐ上に住んでいらっしゃってるのに。全然気…しかもここに住んでいらっしゃって。これつまらないものですが、受け取っていただけると嬉しいです。そう言われるとほっとします。それもそうですね。私も冷蔵庫の中に何もないときはなんだかさやっぱりお隣さんなので、なんだか。召し上がったら感想をお願いします。お口に合うかわかりませんが。あら、もう食べ終わったので。それはとても不思議な食べ方ですね。ピザをご飯と一緒に食べるなんて。そうですよ、大丈夫です。
食事のスタイルはみんな違うものですから。あ、忘れてました。連絡先を交換しましょう。連絡先ですよ。もう隣に住んでいますし、何かあったら直接来るよりメッセージを送る方が楽ですよね。はい、これでいいですね。これで何かあったらすぐ連絡できますね。これからよろしくおね。これで失礼します。イアン、私遅刻。もう、ま、愛梨でいいのに。やっと起きましたね、このお寝坊さん。待ちすぎましたよ。もうその呼び方は変わらないですね。結婚してからもう1年も経った。まだ夢の中なんですか。そんなあなたにはもう夢ではないってことが分かりましたよね。あなたが寝ているうちに食事も作っておき、好きですよね。まだ寝ぼけているんですか。夢の世界から抜け出せない王子様にはもうちょっと。何度も言ってますが、私は夜に音は出し、隣部屋ではなくて上の階の音ではないんですか。だから私は夜に放送してないってずっと言ってるじゃないですか。大家さん、正直に言って、朝からこの女のドアを叩きすぎた。この女がドアを開けた瞬間、勝手に入って奪いましたって。はあ、そうですか。では、カメラの映像を見せてください。自分のものだったら、本人の映像が出るはずだから。このカメラの絵、なんでそんなに慌ててるんですか。ちなみに、そのビデオカメラには映像、撮影した映像は全部パソコンに入れておくから。信じられなかったら確認。今日初めて見たビデオカメラなので、使用ではもう返してください。私のビデオカメラ。
そうなんです。さ、そのビデオカメラ、とても高いものです。よかったの。あらかじめ示談金もあげたし、放送でちょっとうるさくなるかもしれないって先に言ったじゃないですか。明日が寝だなんて、おっさん。何よ本当に。いい。まあ、私一人で拾うから。一人でやるから、大家さんは帰。ねえ、大家さん。少し、クールだね。実はあのビデオカメラはね。うん。それも、何年も前のことだけど、その時は登録者数が1万人も超えていないから、何人か見てくれてる、いわゆる。でも母は喜んでこれをプレ、ミカちゃんがもうすぐテレビで見られそうだねって。芸能人じゃなくてミーチューバーだから。でも嬉しかった。母が私の夢を信じていつもあのビデオカメラで撮影してきたし、母に会いたい時はこのビ、古くなった今も絶対捨てなかったのに、こんなにあっけなく壊れてしまって。大家さん、約束だからね。大家さんが、私からは何にもお願いしてないからね。いやー、素晴らしい演技だった。隣のおっさんは騙されると思ったけど、まさか大家さんまで騙されるとはね。全部ドッキリ。402号室のおっさんが気持ち悪くて一杯食わせようと思ってるの。そのおっさん、その通り。正解の大家さんには生放送マネージャー1日体験チケットをプレゼント。さて、今すぐ大家さんにお願いが。わかりますよね、大家さん。さて、では早速かわいいミカ、明日の午後2時にマンション前の公園に。ではミカちゃんのカメラマン1日体験券を使わせていただく。そんな、いくら私でもこんな嘘で家族を寝たい。お母さんにもらったのは、でもこの前もっといいやつ、あの古いのをどうすればいいかなって思ってたら、でもちょうどよかった。使いすぎてたし、古すぎて中古でも売れなかったもん。こんな風に使われたビデオカメラさんも
良かったと思ってくれるかな。じゃ、掃除道具でも持ってこようかな。あの、大家さん、これは何なのかな。これ犯罪だと思うけど。そんなにミカちゃん。あら、リアンさん、おはようございます。